はいどうも、こまみれです。えー、まあね、この今、写真に写っとるようにさ、あの、タックルバランスって、検索するとね、Google で、もうこんな感じの動画ばっか出てくるのよ。指の上に乗せて、ね、あの、天秤のように吊るすようなバランスってのが出てくるんだけど、俺も最初はこれでした。うん。タックルバランスって、リールと、えー、ロッドの、その、重さの、 なんかね傾き具合というかその釣り合いなんだろうって思っとったんやけどさ全然違ってさやっぱこうやってねあのフィッシングショーとかでいろんな話聞いたりとかさこうやって毎週っていうか毎日毎日平日はごちゃごちゃ喋っとったりねいろんなこと調べたりさして思ったんやけどさ別にこれだけはタックルバランスじゃないんだよねうんだからそれこそまだまだなんだけどねえ あのー、オーナー針が作っとる STX っていうねシリーズの針があってさそれって、あのー、昨今その PE ラインが主流になってきて、ね、PE ラインにフロロカーボンリ,あリーダーで、えー、ロッドもちょっと硬めになってくると針に対する えね、魚の,その力のかかり具合どこにもその全部硬くて全部が全部硬くて、あのー、柔らかさでいなすところがないから針に対してものすごく力がかかるっていうので、えー、針が折れたりとかっていうクレームが P ラインになってから結構あったらしいそれによって考えたのが懐を2段階作ることによって力を分散させるみたいな STX シリーズなんだけどうんやっぱタックルバランスってやっぱ トータルバランスというかさ、ね、ロッドがあって、リールがあって、もちろん糸があって、リーダーがあって、ね、ルアーがあって、針があって、ね、いろんなものが全てがあってのタックルバランスなわけよ。その釣りに対して最適化。ね、えー、俺なんかは結局、ね、割とこういう考えで何も考えないとやっとったからさ、昔はね、それこそ、え硬、ー、い竿に、 P ラインとフロロの,、ねえー、ものを使っっってととかやっとったん,、うん、それでいいなと思っとったんやけどまあこうやってねあの知識というかそういう認識というか見識というかそういうのを深めていくことによってさ、うん、やっぱ針はあの魚に対しての一番最初の接点だったりとかさ、うん、竿は硬いけどえ竿は硬い竿を P ライン使っとるけど ナイロンリーダーを使うことによってショック吸収魚をいなすっていう部分を作ってあげたりとかさ、うんねえー、P ラインフロロカーボンリーダーね、えー、なんかそういうのを使っとったとしても竿を柔らかくすることによって竿の弾性で、えー、魚の引きに対していなしてあげるっていう、うん、そういういろんな要素が兼ね合っての タックルバランスっていうのがあるわけよ、まあ、前置きはそれまでにしてさそれをメーカーがさ多分考えとるところと考えてないところが多分あんだよねうんうんトータルバランスっていうのかなやっぱりあのー、まあ島野とかイワはさ何でもかんでもやっとるとこやけどほとんどのメーカーはさね針だけとか糸だけとか ロッドだけ、リールだけ。まあ、リールだけってのはあんまないか。うん、まあ、そういうね、ルアーだけとかさ。うん、というのが、そういういろんな要素が兼ね合って、ね。そういういろんな要素が兼ね合っての一本のタックルなわけなのに。うん、だから割とさ、あのー、テストの状況テスト条件みたいなのってメーカーって全く言わんねえかうん G クラフトくらいいじゃないかなか俺のあげた G クラフトの動画見てもらったら分かるんやけどなんかその製品のカタログにさえ,ー、えどこのどこの車のどんなロッドでリールはどだけ、ね、リールは何番糸はこんだけルアーはこれを使いましたグラム数こんだけですみたいなのをしっかりと、ね、どの条件まあまあロッ,ドロッドは G クラフトか で、リールはシマノの,の4000番で、30何グラムの、えー、バイブレーションをとか、スピンテールをとか、ミノをとかさ、うん、しっかりそこまで細分化して、<coughs> 書くことによって、ね、<coughs> 失礼。そういう条件で、えー、テストしたんだなっていうのがあると、うん、あのー、選ぶ参考になるよね。 ああこのジーフクラフトのロッドにはこれが合うんだなっていう。うん。それをね、なんか糸のメーカーとかが多いかな。うん。割と個人的にはさ、えー、機械で測った、うん、機械で測った数値ってのはあんまり信用したくなくてさ。うん、やっぱり釣りの現場でどんだけ耐えるかっていう。 のがななんんややかかで番大事になってくるからさまあそうはいえヤスリでこすっとるようなやつだけどさ俺は <laughs> 糸をねうーんなんかそこら辺の情報もうちょっとなんか欲しいよねうんだってねえあのー、糸だけを直線でピンって貼るよりも竿をね竿を介するリールを介することによって糸にかかる負荷 ってのは全然変わってくるし、うん。ガイドにどれだけ擦れてとかさ、なんかそういう話もね、細かい話しながら出てくるわけやにか、もうちょっとなんかそのタックルバランスっていうのをね、うまく、まだまだ俺も研究中やけどね、うん。理想的なタックルバランスって言いながら、リールだけよね。 <laughs> やったりとかさ。まだまだこれなんよね。けどやっぱ釣っとる人っていうのはトータルバランスで考えるし。そういうのってすごいなんか釣り雇って大事なんだなっていうのを日々思っております。まあトラウトもそうなんだよね。あの俺今結構管理釣り場でトラウトやっとるんだけどさ、竿がめちゃくちゃ硬いほぼほぼミノーザ竿みたいなさ。 ババキバキの差を使っ,とってさ、うん、やっぱり柔らかいナイロンのラインとはすごい相性がいいわけよ。うん、ただね、今ちょっとね、問題が発生しとる部分はあるんだけど、<laughs> まあ、あの、日が来たら皆さんにお伝えしたいなと思うんだけど、うん、まだベストの今、セッティングってのを探しとる最中で、うん、絶対それがいいんだよね。全体で考える。 トータルバランス、タックルバランス、タックルってのは、竿とリールだけじゃなくて、糸も針もルアーもスナップですら、うん、全てが関わってくるもんなんだよっていうのを、えー、すごく思いました。はい。まあ、もちろんね、これも大事なんだけどね、この重心をどこに置くかっていうのも、もちろん大事じゃ大事なんだけど、うん 全体的なバランスとしてねやっぱ魚釣るのが、ね、やっぱゴールなわけだからさ、うん、そういうのをなんか日々思っておりますはい以上コンミレーでした